オキシメタゾリンは選択的アルファ1作動性、部分的アルファ2作動性局所充血除去薬である。1961年に開発された。点尾薬として市販されている。日本では1967年に医療用医薬品として発売され、2011年4月よりスイッチオ TC として認められた。オキシメタゾリンは医療用としては、 上気道の諸疾患の充血、鬱血、氷剤性充血に対して承認されている。一般用医薬品としての効能、効果は、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎、または副鼻空炎による鼻詰まりである。血管収縮作用を有することから、鼻血の止血に対する有効性が報告されている。イミダゾリン契約剤は、アドレナリンアルファ作動薬であり、ベータ受容体への作用は、 ほとんどない。オキシメタゾリンは、蛍光投与により、蛍光投与の場合は1回の投与で最大7時間効果が持続する。血中半減期は5から8時間である。鼻腔内投与量の場合、腎臓から72時間で27から38%、肝臓から120時間で9から13%が排泄される。オキシメタゾリンは、 交感神経アルファ1受容体作動性、アルファ2部分作動性薬剤である。血管にはアルファ1受容体が多く発現しており、オキシメタゾリンは血管収縮作用を発現する。加えて、局所投与は内皮のシナプス後アルファ2受容体に作用して血管収縮作用を示す。これはアルファ2受容体作動薬を全身投与した場合には、シナプス前、 アルファに受容体に作用して、交換神経の興奮をもたらし、血管拡張作用を示すことと対照的である。血管収縮作用に基づく、微平の改善は、次の二つの理由による。第一に、軌道内空面積を拡大する。第二に、誤毛細血管最上脈からの浸出液を減少させる。起きしめタゾリンは、微空抵抗を、 最大35.7%低減し、微粘膜血流量を最大50%低減する。反調性充血、または薬物性鼻炎が起こることがあるので、3日を超える連用は避けるべきである。それ以上を連用した場合は依存性が形成されることがある。点眼薬、点鼻薬にしばしば防腐剤として含まれる塩化ベンザルコニウムが、 微粘膜の上皮細胞を障害し薬物性鼻炎の原因になるとの研究があるが、多くの研究がベンザルコニウムが安全であると結論している。米国米国食品医薬品局は、オキシメタゾリンの胎児危険度分類をカテゴリー C とし、胎児への危険は認められないとした。単回投与は母体循環及び胎児循環のいずれにも影響を与えないことが示されたが、 最終的な結論を出せるほどのデータが揃っていないとした。日本の添付文書には、妊婦、または妊娠している、可能性のある婦人には治療上の有益性が、危険性を上回ると判断される場合にのみ使用する、こと、と記載されている。偶発的に、過量投与してしまった時に吸収される前の薬物を除去する手順を定めておくべきである。 オキシメタゾリンの解毒剤はないが、薬理学的には、フェントラミン等の交換神経、アルファ受容体遮断薬が有効である。高血圧クリーゼ等の重大な過量作用が発現したときは、転換様欲しさ、痙攣、不安症軽減や、血圧低下のために、ベンゾジアゼピン系薬物の投与を検討すべきである。 小児の場合、クローニン同様、α2 受容体及びイミダゾリン受容体への刺激作用により深刻な中枢神経抑制を引き起こす可能性がある。ありがとうございます。